さあ、滞在しましたラオスビエンチャンのアザリパークビューホテルですね。こちらチェックアウトしたいと思います。今日はこれからですね、ドンタニの方に国際バスで向かいます。さあ、これからですねバスターミナルに行くんですけども、歩いてね11分ぐらいなんですよね。だからまあちょくちょく乗らなくてもいいんですけどもね、いくらかちょっと聞いてみようかなと思いますね。ということで、5万キープのところ4万キープに上げてもらいました。ありがとうございチケットカウンターに向かってですね、歩いてます。ただいま10時5分ですね。11時発のバスがあるはずなんで、そのチケットを買いに来ました。こちらでございます。ラオスとね、タイのね、バスチケットサービスって書いてますね。ここで、こちらで買えますね。ベンチャンドンタニって書いてます。で、時刻表にもね、こちら1日5本出てますね。ダブルスタンダードなんですかね。こっちはこんなですけどね。はい、チケットを購入しました。4万4000キープでしたね。ただ日本円にすると400円ぐらいですかね。これでドンタニまで行けます。バス乗り場なんですけどね。なんかね、こっちの言われたんですけど、あ、出てるよ。あ、どうもこっちみたいですね。だからこっち側の方のところから乗ってねって言われました。じゃあ見に行きましょうか。すごい舗装されてないですよね。あ、でもバスはたくさん並んでますね。これ日本から多分寄贈されたかなんかのバスですかね。あ、でも上にね行き先とかねちゃんとね書いてあるんですよね。何番のどこ行きみたいなのが。で、私バスナンバーがね 2-3 って書いてあるんで、そこを探せばいいですよね。で、このバスステーションの横にはこういったなんでしょうね、バインミーみたいなの売ってますし、ドリンクとかタバコも売ってますね。あ、ちょっと雨がきつくなってきました。ちょっと回避しましょう。で、ここにはトイレもねあるみたいですね。ちょっと回避。たくさんトゥクトゥクが並んでます。トイレはですね、こちらと奥のとこと2箇所ありますね。私こちら利用させてもらいましたけど、こちらで、2000円キープでしたね。日本円で18円ぐらいですかね。まあ、多分タイのパタヤとかとトイレ同じぐらいの料金ですね。こちらではスマートフォンとかも売ってるんですかね、アクセサリーとか。その隣とかバイミンで売ってますね。雑貨とか飲食店ですかね、ここら辺は。食堂とかもあるんですね。多分これですかね。うどんたんにビエンちゃんって書いてますかね。これっぽいですね。これで合ってるみたいなんで乗りましょう。でもこれ何なんだろう、わかんねえな。よいしょ。あ、なるほど。こっちから A、B、C、D なんでね。だからこっちですね。はい、ということでイミグレーションを今通過しまして、また乗ってきたバスに戻ります。とこれで出国審査手続きが終わったということですね。長いこと時間かかりました。イミグレーションカードが必要だったんですけど、知らなかった。สนามบินอะไรครับเทพพักเทพนี่ครับเทพเหรอこちらうどん館にバスターミナルですね。こちらに到着します。こんな感じですね。見えますかね。この距離で3分って書いてますね。ああ、ここのトゥクトゥクも一緒なんですね。うどん館にも。こういうあれなんですね。クラブが、ありますね。現地はなかったですからね。うどんたに一緒なんですね。トゥクトゥクは。バスターミナルの前は結構こう飲食店があって安く食べれそう。